日潟の一例歩行跡日潟とは、海岸部に発達する砂や泥により形成された低湿地がある程度以上の面積で維持されている、作防平均満潮面と作防平均間潮面との長間帯。潮積による海水面の上下変動があるので、時間によって陸地と海面下になることを繰り返す地形である。砂浜と比べ、波浪の影響が少なく、 勾配が緩やかで、土砂流径が小さく、生物症が多様な平坦地形である。環境省の定義は、間質幅100メートル以上、間質面積が1ヘクタール以上、移動しやすい規定を満たしたものを干潟と呼んでいる。干潟は、細かい砂や泥がある程度の面積で堆積した、長寒帯である。一般に、河川や沿岸流によって運ばれてきた土砂が、 海岸や川口部、ラグーンに堆積することで形成される。運ばれた土砂は、水流が激しい場所では流されてしまうため岩礁や砂浜になるが、水流、波が弱い場所では堆積する。したがって、干潟は内湾の奥や大きな河川の川口域によく発達する。日本では、九州、有明海周辺に大規模なものが見られる。 干潟の大きさは様々であり、川口付近だけにできる小規模なものもあれば、幅数キロメートルに及ぶ大規模なものまである。その大きさは河川や沿岸流による土砂の供給、運搬能力及び堆積する海岸部の地形、潮積による海水面の変動量に影響される。干潟は河川、沿岸流による土砂の供給と波浪、 潮流による土砂の侵食との微妙なバランスの上に成り立っている地形であり、そのバランスが崩れた場合は乾燥したり口となるか海面とかしてしまう。干潟は農業生産に寄与しない土地、単なるヘドロの海と考えられ、20世紀までに世界各地で干拓や埋め立てが行われてきた。しかし干潟の生物群の多様性、渡り鳥の中継地としての意義、 潮汐作用や生物群による水質浄化作用、沿岸のマングローブ林による津波災害の軽減などが知られるようになり、干潟を保護する機運も高まりつつある。日本では1945年に8万ヘクタール存在した干潟が、1990年には5万1443ヘクタールに減るなど、なおも減少が続いているが、保護運動の台頭により、 日本の主な日形37カ所のウチラムサール条約、登録湿地である多日干潟やマンコ干潟などは、高級的に保全されることとなった。規定は、流形が2ミリメートル以上のものを、つぶて、2から0.2ミ、mm、リメートルのものをあらずな0.2から0.02ミ、mm、リメートルのものを、マナゴ、0.02から0.002ミ、mm、リメートルのものを、知ると。 0.002mm 未満のものを粘土と呼ぶ。構成している土砂の流形によって、砂質干潟と泥質干潟に分けることができる。主にマナゴで構成される、砂質干潟には、マテガイアサリオ吹きなどが生息し、特に漁業対象種であるアサリについては、漁獲量の減少が問題となっており、アサリの漁獲量復活を狙った干潟再生の試みも見られる。 一方、主にシルトで構成される、霊質干潟には、アナジャコや、ゴカイ類など魚や鳥の餌となる生物がそれぞれ生息している。静穏な川口付近など波の侵食が少ない場所に、泥は堆積する。日本で最も大規模な泥干潟が、有明海の干潟である。川口部やラグーンに発達することも多いことから、その地域は、 淡水と海水の混じり合った寄水域になることが珍しくない。また、そこに生きる横エビなどの生物は寄水域に特化し生息域が極めて限定されているものもある。稚魚や幼魚の生育場所としても重要である。それらの生き物を餌としている鈴鹿もアジサシ、シギチドリ類など鳥類の飛来地ともなっている。 表面には軽装など微小藻類が多いなど、干潟の泥には微生物が多数生息していて、高い栄養価を持っている。そして、泥をすくって食べる、米付きガニや、塩マネキなどのカニ類、泥の中に潜る、五海類、その他それらを餌とする動物が多数生息する。野鳥もそれらを狙って集まるものである。砂や泥の海底には、あまり海藻は生育しないので、干潟では、 微小藻類が主な生産者である。低潮汚染付近では、コアマモなどの小型の海藻による藻場が見られる場合もある。大型の植物は、淡水側の陸沿いに出現する。アシアや、シオクグなど背の高い中水性植物の群落や、浜棒などが挙げられる。より内湾的な環境では、背の低い草本が一面に広がり、遠征湿地と呼ばれる。シバナや、 発揮思想などが有名である。なお、最寒月の平均気温が、摂氏16度以上の地域ではマングローブを形成することが多い。干潟には、川の上流から流されてきた有機物や栄養塩が堆積しやすい。川の流れが早いうちは、さほど分解されず、流れ下ったものが、川口域の流れのない部分に堆積するからである。 堆積することで、汚濁負荷が直接海に流れ出し急激に濃度が上がることを防ぐ干渉作用もあり、沖合海域への直接負荷を和らげている。日潟では、有機物を分解する微生物が多く発生するので、特に泥質日潟では、表面数センチメートル以下の部分は無酸素状態の、 還元的環境になりやすく、硫化水素などが発生し、ある程度の悪臭がすることもある。そのような泥に住む動物は、酸素不足の環境に耐えられるものに限られる。無機栄養塩は、植物プランクトンや低成層類に利用され、植物プランクトンや低成層類は2枚貝多毛類、副足類、 甲殻類などによって捕食され、そのような低生生物を捕食する魚や鳥などによって物質は干潟の境外に運び出される。有機物や植物プランクトンの死骸はバクテリアやデトライタスによって利用され、低生生物に利用され、最終的に鳥類や人間によって境外に運び出される。平坦な地形は沖合からの波を再破させ、 波のエネルギーを一酸させる。低質の地形変化は伴うものの、校長等の波が陸地に到達する際のエネルギーは減少する。干潟には豊富な低生生物を設置するために鳥類がたくさん訪れる。そのため、バードウォッチングの名所となっている場所も少なくない。また、潮干狩りや散策の場としても利用されている。 自然保護区域に指定されていない日形が経済的に利用される場合、干潮時に歩いて行き来することが可能であるため、貝類の採取などの漁業用地として利用される場合が多い。また海岸日形の沖合は、水深が浅く緩慢さが大きいことが多く、海苔の養殖に適しているため、主産業となっているところがある。流景の小さな泥質日形は、 リン酸のガニ油率が高く、塩分を取り除いて、肥料として用いられる場合もある。有明海沿岸の畜紫平野では、大きな寒満差により、河川中流に、泥質干潟が発達しており、塩分濃度が非常に低いため、水路と溜池の役割を持つ、クリークから定期的に泥を引き上げる、ゴミ食いと呼ばれる作業によって、肥料を得て、水田などの肥料として用いていたが、 現在は行われていない。また大規模な干潟は、より生産性の高い高地に転用するため干拓を行う場合がある。有明海沿岸では中世以降干拓が進められ、自然陸下を含めて300平方キロメートル以上が陸地となって田畑になっている。20世紀に入って以降は、県営、国営で大規模に計画が進められ、 国営諏早湾監拓はその最後の事業であった。モンサン・ミシェルから見たサンマロ湾の日潟千葉県木更津市、カナダ海岸から見た、バンス日潟佐賀県鹿島市七浦海岸の日潟河川日潟と川港、前浜日潟、河口だけでなく沖合まで広がるもの。川口日潟、川口周辺に河川から供給された砂泥によって形成されている物湖干潟、モノセキコ日形。 石湖にある物河川干潟、河川中にある物干潟の価値が再認識されるにつれ、干潟を再生する試みも行われている。人工干潟の造成もその一つである。浸水公園の施設として作られたり、アサリなどの漁業資源を回復する目的で設けられている。自然回復力のある海域に作られたものでは、資源回復が確認されているものもある。一方で、 実際には、日潟の自然は、非常に微妙な均衡の上に成り立っているのであって、それをすべて回復するのは、コスト的に見て、合理的とは言い難い状況にある。造成、維持費用の年出は、国や地方自治体の財政が逼迫しており、確保が厳しい側面がある。また、人工日潟は、流刑が荒くシルト分の少ない砂を材料とする、ことが多い。 砂室干潟の場合、安定勾配の推定公式が提案されており、それらを利用した緩やかな勾配を実現するよう工事を行う。現在建設されている人工干潟は、ほとんどがマナゴを利用した砂室前浜干潟および川口干潟であり、泥室干潟の造成事例は少ない。泥室前浜干潟は、沖波が小さく、 波の静かな内湾で河川などからの土砂供給が豊富な場所に形成される。航路港湾の春節土砂を利用した環境創造も見られる。埋め立てや港湾開発などにより、干潟と連続して存在する吉原などの荒廃湿地が失われていることも多く、干潟周辺の遠征湿地再生事業も行われている。 アマモなど日潟に生息する海藻の復元事業なども行われている。自然、人工に関わらず、日潟より土砂が流出し、海面と化しているケースがある。特に人工日潟では大きな問題の一つである。河川や沿岸流からの土砂の供給がなければ、波浪や潮流により、日潟の土砂が流出していき、土砂供給と流出の動的バランスが崩れ。 消滅してしまうこともある。日型の動的安定のための措置。ありがとうございます。